ファイアウトからのし上がり、カナダからのゴールデンボーイサム・スタウト。山本キッドも認めた男、ボク・コウテツ。この試合の解説は谷川さん、そして畠山さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ、このボク選手なんですが、谷川さん、はい、非常にアグレッシブな選手だと聞いています。これはですね、山本キッド選手と同じキラー B 所属のですね、はい、キッド選手が一押しの男なんですよね、はい、とにかく根性の塊のような男なんで、ぜひ、もともとは彼もですね、シュートのはい、ランカーなんですよね、世界ランカーなんですよね。今年シュートウェルター級環太平洋、はい、初代王者ということで、そうなんですよ。だから、はい、立ち合いもやってましてですね、とにかくマックスで一回見てくれないかっていうことですね、はい、なるほど。僕も期待してるんですけどね。楽しみです。はい、第1ラウンド始まりました。赤がボク、そして青がスタート。いきなりラッシュを仕掛けていきました。ボク左右フックを繰り出していく。右ストレート左フックが得意だと言っていましたが、このボク、あっという間にコーナーに追い詰めました。ものすごい気合です、ものすごい気合です。気合入ってますね。さあ、序盤からラッシュ、早くも追い詰めている。スタートから速攻、左やフック、結構効いてるのもありましたね。効いています。パンチが立っている。ものすごいパンチを持っているボク、ヒットに負けない気迫だ。ヒットもものすごいデビューでしたが、ボクもこれすごいですね。そうですね。一方のサム・スタウト選手はですね、アメリカでトライアウトっていうですね、キックボクシングのアマチュア、プロを含めてですね、K1 に上がらないかっていうですね、テストみたいなものをやったんですね。でその中で非常に目に留まったですね、70キロの選手の一人で、まあ一回デビューさせてみようかなと思ったんですけども。トライアウトからこのマックスの舞台に立つのは初めてですね。まあ本当に300人ぐらいですね、ヘビー級、中量級を合わせて、応募してきたんですが、まあ、アメリカ全国からですね、彼なんかもカナダからですね、自費で、そのテストを受けに来たんですね。なるほど、まあ、自分がカナダ人ガーディアンでもチャンピオンを取れることを証明したいというふうに話していました、このサムスタート。だから強い選手ですよ、さあ、畠山さん、この僕のパンチ、序盤からすごいラッシュでしたが、どうでしたか。そうですね、左右のワイルドなフックなんですけどね、的確に捉えてるんですが、これが果たして3ラウンドをこのペースが持つかどうか心配がありました。あと、ちょっといかんせんガードの方がですね、ディフェンスの方がちょっとおろそかかなって感じしますね。なるほど。ただパワーありますよ、はい、もともと総合格闘家、そしてもともとボクシングをやっていたということで、立川さんには自信があると言っていましたが、僕さあ、このラッシュから1点落ち着きました。おっと、右フック、もう一度、ものすごいパンチが画面を取りました。畠山さん、当たってるんじゃないですか。当たってます、当たってます、ね、はい、よく倒れませんよね。相手もタフですね、タフですね。スタートも粘っていました。お互い前へ前へ出るタイプだと言っていましたが、さあ、今度はスタートの右フック、これは空振り。こんな右のロー、左のロー。スタート選手もやっぱり打撃、ボクシングの技術結構うまいですね、ジャブから右ストレートなんていう、うまいですよ、コンビネーション。まあ、彼なんかもね、本当にジャパニーズドリームじゃないんですけども、K1 ドリームを求めてですね、本当にあの気合入って日本に来日しましたからね、はい。さあ、そういう意味では両者注目なんですが、今もパンチ当たりましたね。パク選手の、ボク選手のいいミニストレート入りました、ね、はい。さあ、ボクがパンチで押していますが、なかなか倒れません。スタート。さあ、もう一度右のパンチを当てていきました、ボク。しかし倒れません。さあ、第1ラウンド、まもなく残り30秒というところです。白熱した試合展開となっています。左のロー、そして左のジャブを繰り出してきました。スタート。少し動きが鈍ってきたでしょうか、ボク。雰囲気に飲まれないようにしたいというふうに話しましたが、右のハイが当たった。いや、お互い我慢強いですね、左のロースタート。右のフックを繰り出してきましたが、これ当たりません。ボク、さあ、10秒切りました。青コーナー、いいパンチ上がりました。テンプルに入りました、はい、しかしまだ倒れませんね。スタート、粘っています、粘っています。ふざけで繰り出していきました。ここで第1ラウンド終了です。激しい打ち合いの1ラウンドとなりました、さあ、それではまずはこの山本キッドも認めた男、ボクなんですけれども、谷川さんから見ていかがですか。いや、すごいワイルドなパンチ打つ選手だなという改めて思ったんですけども、ね、結構いいパンチこれ入ってますからね、右の小2回テンプルに、はい、これダメージはあるんじゃないかと思うんですけど、スタート選手が本当我慢強いですね、若いし、
やっぱりあの体力がすごいですね。なるほど。畠山さんから見て、はい、このスタートの粘りもすごいですよね。そう、粘りもさることながらですね、あのパンチの技術が結構あるんですよ、意外と、はいはい、あの1ラウンドはちょっとあのボク選手のパワフルな攻撃の前にちょっとね、あの霞んじゃいましたけど、いやなかなかね、はい、意外とうまいんですよ。なるほど、はい、このようにね的確に今アッパーが当たりましたけれども、さあ果たして第2ラウンドはどんな展開が待っているんでしょうか。セカンドテクニックでは自分が上回っていると話していたサム・スタウト、そしてこのワイルドなフックで攻撃していくこのボク、かなり練習進んできたんですよね、スタウト選手もね、そうですね、かなりの練習を進んできたと話していました。この2年間は K1 に集中していたんだということで、まさに夢が叶ったというこの大舞台となりました、サム・スタウト。本当にあのーオファーをしたとき本当に嬉しそうでしたからね、あなるほど、次にこういう時を待ってましたという感じですね、はい、いい試合をしますという、なるほど、そしてこの僕も負けられません、負けたら山本キッドに口を聞いてもらえなくなるとまで言っていましたから、先ほどもですね通路で、まあ、激しい表情、そして入念のアップを行っておりましたが、飛び膝、そして右フック左フック、さあ追い詰めた、いい感じになってますよ、やっぱりこういうトリッキーなところはきっと精神戦、はい、そうですね。藤森さん、はい、僕陣営はですね、はい、ノリノリですね、とにかくあのここまでパンチが出てるんだけれども、もうちょっと蹴りを出していきたいと、なるほど、でもう行くときはどんどん行ってしまえと、そういう指示ですね、はい、なるほど、赤コーナーからは初田アナウンサーでした。さあ今うまいパンチをスタートを見せるんですが、そうですね、左手が振り切りました、細かい技術、はい、上手いですね、コーナーさん、また画面を捉えました、はい、コーナーさん、青コーナースタウトサイドなんですかね、とにかく試合中から臨機応変に行けという指示が飛んでいます、とにかく上半身を柔軟に使って膝で決めていこう、このラウンドで決めるぞという声が飛んでいます、このラウンドで決める、青コーナーからは小笠原アナウンサーでした。だけど僕選手もあのキックルールはね、この K1 ルールっていうのは初めてなので、大したもんですよ ね、K1 どころか立ち技初舞台ということですからね、さあサブスタートの画面が赤くなってきましたが、右左ジャブはこれは効いていません。さあ僕はまたコーナーにもう勢いでこう押し込んでいくというシーンが目立ちますけれども、第2ラウンド、さあ間もなく残り1分というところですが、さあ左のローサブスタートを繰り出していきました。ボク選手はあのあスタート選手は、あの、まあ、テクニックはボク選手よりはあると思うんですけど、はい、やっぱりそのボク選手のパワーの前にですね、ちょっとあの自分の持ち味殺されちゃってるって感じしますね。そして畠山さん、これ山本選手、あのボク選手の表情、はい、ヒット選手のこの不敵な表情にも似てるような感じがするんですけどもね、うん、なんかそうですね、髪型もねあの、短く刈り上げて似てるのもあるんですけど、なんかこうポーカーフェイスというかね、似てますね。さあ先ほどからいいパンチ、また僕のパンチが決まり出しましたが、少し今左のテンプルを捉えられました僕、まあ、あの試合のスタミナとかそういうものに関してはスタート選手の方が上かもしれませんね、はい、なるほど、さあ少し両者やや疲れた表情も見えてきましたね。だから畠山さん言うように後半ボク選手はですね、はい、あの失速しなければいいんですよね。なるほど、やや手数が落ちてきましたがボク選手、左のインドを打ち込んできたスタウト、やはり慣れない立ち技でやってるっていうことで ね、それだけスタミナも使うと思うんですよね、はい、慣れてないんで、ちょっと大振りになってきましたね。なるほど、雰囲気が飲まれたくないと話していましたがボク選手、さあ第2ラウンド、ここで終了してます、ね、終了のおゴングが鳴りました。さて谷川さん、はい、このスタート選手の顔赤くなっているのがまだ落ち着いた表情を見せてましたね。そうですね、打たれ強いですよね。あ、そしてこのボク選手の、ね、結構、ね、いいのもらってると思うんですけども、このラウンドも3発ぐらい、いいのもらってるような気がするんですけど、ボク選手の思い切りのいい根性がありますよね、やっぱりね、これは何としてもいい試合をやって、自分のいいところを見せなきゃっていうですね、気持ちの強さの表れですよね。まあ、気持ちと気持ち、こう、はい、畠山さん、これボク選手も打っても打っても倒れない、ちょっと焦ってますかね。焦りはあるんですよね、打たれ強いですね、はい、さあ、いよいよ第3ラウンドです。さあ、ファイナルラウンド始まりました。右のミドル、さあ序盤から飛ばしていく、右の服、またスタートの顔を捉えたように見えましたが、今度もさあものすごいラッシュです、ボク、パンチ、そしてキック、すごいパワーですね、右服、このワイルドのパンチ、私の右服が当たった、右左のコンビネーションを倒したいと言っていましたが、ボディにも一発入りました、左のローミドルを飛ばしていきました、スタート、
まだ青コーナーに追いつけられましたが、スタート、ここでブレイク。さあファイナルラウンド、ゴールデンボーイか神の子が認めた男か。スタートがまだキックで応酬してきますが、ちょっと今僕も左足ぐらついたようにも見えました、うん、僕選手が心配なのはスタミナですよね、今のところだけど攻撃者がうまいことかわしてるんですよね、はい、ちょっとスタミナが切れてるような感じもするんですが、なるほど。さあ僕左、おっと今アッパーもらいました。僕右の入りましたけど逆にアッパーもらいましたね、はい、スタートのアッパーが決まりました、はい。さあまさしく打ち合いとなってきました。ファイナルラウンド残り4人抜きました。4人違いですね、両者顔面が赤くなってきました、はい、スタートが止まっていきましたが余裕の表情。選手もあれですよ、結構いいキックとかパンチもらってますけど ね、はい、ね、特にこのラウンドもらいましたね、お互いやっぱタフなんですね、さあ主力を振り絞って魂の打ち合いとなっています。このファイナルラウンド駒田さん、はい、僕陣営ですがね、はい、もうここまでいい形で来ていると、いくらでもチャンスがあるから一気に行ってしまえと、そういうシーンです。なるほど、一気に行きたい。僕スタート選手がリズム乗ってきましたね、はいはい、僕がやや疲れた表情です。さあ今もワンツースタートが出していきました。湧いた声がこの有明コロシアムにこだまします。小村さん、はい、青コーナースタウトはですね、インサイドに膝を入れて、そしてアウトサイドからパンチを入れていけ、そういった指示が飛んでいます。このラウンドスタート選手いいですね、はい、こうリズム作ってきましたね。徐々にスタート選手は後半、まあ、盛り返してきたという感がありますけれども、うわ、またワンツーが入りました。入りましたね、今いいの入りましたね。さあ僕が思わず顔を歪める。僕選手も打たれづらい。右のハイバックを切る。さあ僕に力が残ってるか。右のストレート当たりませんでした。逆にスタートのパンチが当たるようになってきました。サブハンズオブストーンスタウト、ニックネームが示す通りパンチには自信があると語っていたスタウト。そして負けられないこのボク、ボディーいいな、入りましたね、はい、もう一度左のボディを狙っていきましたスタウト。左のハイは空を切りました。さあ僕がこれは狙っているのか少し疲れているのか。先ほどリポート通りインローを狙っていきましたスタウト。この運動ね、佐藤選手リズム乗ってきましたね。僕選手ちょっと失速してますね、そうですね。さあ、いい残りが15秒切りました。さあ右フック、左フック、走者のパワーはないか。さあスタートが的確に相手の攻撃をかわしていきます。10秒切りました。ファイナルラウンドほとんど近まりました。バックロー、ここでゴングが鳴りました。気力と気力のぶつかり合い、3ラウンドまで終了しました。まさに魂と魂のぶつかり合いといった打ち合いでしたが、はい、これはファイナルラウンド谷川さん、これものすごい試合でしたね。そうですね、1ラウンドは僕選手、3ラウンドはスタート選手で、まあ、2ラウンドがどうだったかなって感じですよね。いいアップ入りましたよね。そうですね。さあそして畠山さん、やはりスタート選手、はい、このテクニックはすごく、テクニックはやっぱりありました。タフでしたよね、はい、ただスパートがちょっと遅かったかなって感じしますけど、ね、あ、なるほど。さあ注目の判定です。ジャッジ岡林、29対28、赤奥。ジャッジ藤木、30対29、青サヌ。ジャッジ川上、29対29、ドロー。両者、2ゴール差ありません。延長戦に入ります。ドロー、延長戦に入ります。これはやはり1ラウンド、2ラウンド、3ラウンドを見て両者互角という判定が出ました。さあエクストララウンドに入ります。両者どこまで体力スタミナが残っているんでしょうか。ゴールデンボーイのサムスタウトか、そして神の子が認めた僕鋼鉄か。大きな声を出しました、僕鋼鉄。エクストラ折れない心を見てくれ、そう僕は語っていました。エクストララウンドに入りました。左右とパンチを出していきます。ファイナルの面ではスタート選手が残ってますので、はい、僕と選手としてはですね、本当手数ですよね。そうですね、打ち負けないようにしてほしいです、はい、あ、いいストレート、いいストレートになりましたよ。僕の 右ストレートが決まりました。しかしスタートも確実に返していく。数はスタート選手の方が圧倒的にね、パスの中身が出てるんで、
ただ一発の力はボク選手の方が明らかにあるんで、重いパンチがありますが、しかし打たれ強いですね、二人とも。そうですね、右のローちょっと崩れた、ボク。さあ、この表情です。ありがとうございます。今、ローは相当効きましたね、ボク選手、ね、一瞬ぐらつきました。さあ、ボク相手をじっと睨んでいます。スタートの右のロースタートの左から右のロー。さあ、ボクはおっと、今倒れました。これはスリップ、右のローでスリップ。さあ、もうちょっと足元がおぼつかない感じもしますが、僕気持ちで立っているという感じ。スタートの膝、ちょっと手数がね、ちょっと失速しましたね。そうですね、さあ、神の子が認めた男、ボクコーテス、右の深く切る、インローに決めていった。スタート、スピードがボク選手落ちましたね。そうですね、ちょっと疲れちゃってましたね。足もあれ相当痛いはずですよね。そうですよね、何とか立っている。スタートが細かいパンチ当てていく、アッパー、そして左のフックと繰り出していきました。スタート、左のミドル。駒田さん、はい、僕陣営からはね、ラストだ、思い切り行けと声が飛んでます。行ってほしいですね。さあ、今も細かいパンチ僕に当たりました。赤コーナーからはハスタアナウンサーでした。コーナーさん、はい、青コーナースタウトはでも最後気持ちだと、休むな、攻めるだけ攻め続けろと、はい、それだけです。青コーナーから小笠原渡るアナウンサー。さあ、両者気力の振り絞り合い。今も左のフック、スタートの壁を捉えました。倒れないですもんね、スタート選手もね。左のダブル当たりましたが、今度は右のロースタート。こんな打たれづらいと思わなかったですね。左のボディ打ち込んできました。スタート、いや、スタートが失速しません。エクストララウンド1分を切りましたが、さあ、ボク選手いってほしいですね。膝蹴りは空振りです。さあ、ボク、リズムを取ってバックブロー、空振り、もう一度バックブロー、今度はボクが見せました。必ずクリンチ、そして距離を取る。スタート選手から比べると、ボク選手の攻撃はちょっとキレがやっぱなくなっちゃいましたね、相当疲れてるんだと思いますけど、おっと、もう一度右ドロー、これもスリップ、ローダウンです。30秒切りました。おっと、さあ、ボクも気力を振り絞っている。左のジャムが取りました。右のフック、さあ、そして左の膝、スタートが確実に当てています。来ましたね、僕がぐらついた、僕がぐらついた。さあ、残り10秒切った。なんとか立っている両者、僕がぐらついた、ね、僕もなんとか狙っていくんですが、気持ちが上がるように。さあ、ここでクラウンド、ゴングが鳴りました。いい試合でしたね。いや、谷川さん、お互い K のリングは初めて、すごい気持ちと気持ちの試合でしたね、こうオープニングファイトからもうこんなに飛ばす2人ということなんですが、そうですね、やっぱボク選手も、ね、気持ちはすごくあるんですけど、ちょっとやっぱスタミナが切れたのと、3ラウンドからちょっとあのスタート選手がリズムに乗ってきたのがちょっと効きましたよね。そうですね、いろんな攻撃がローもパンチもですね。そうですね、畠山さん、このスタート選手が打っていたこの右のローがね、終盤効いてきましたね。さあ、判定です。3対0、ゴールデンボーイサム・ハンズ・オブ・ストーン・スタントが見事に判定勝利を収めました。まさにナイスファイト、トライアウトからのし上がってきたサム・ハンズ・オブ・ストーン・スタート、見事に判定勝利を収めました。いい試合でしたね。